小屋に所在していた、旧庁舎沖縄警察署は、沖縄県沖縄市山里にある、沖縄県警察管轄の警察署、大規模警察署であり、所長は、警視制。管轄区域は、沖縄市と茶谷町、北中城村、プラザハウスショッピングセンター向かい。なお、旧庁舎は、小屋交差点近くの沖縄市小屋2丁目4番3号に、所在した。 もともと小座警察署という名称だったが、1974年に小座市と三里村が合併し、沖縄市になったのに伴い、現在の名称となる。復帰前は、串川村、与那ぐすく村、勝連村も管轄していたが、串川村が市に昇格されたのを機に、串川警察署に分離した。かつては、北中ぐすく村のうち、 沖縄市との境界に近い島袋と日下の二集落も、東警察署の管轄で、その他の地域は、宜野湾警察署の管轄であったが、庁舎移転に伴い北中ぐすく村全域が、沖縄警察署の管轄となった。沖縄県道20号線の拡張工事に伴い、国道330号沿いの沖縄市山里に移転し、2012年10月9日より新庁舎にて、業務を開始した。 出店、大城駐在所、北中城駐在所は、登庁舎の移転に伴う管轄区域の変更により、2012年12月1日をもって、宜野湾警察署から移管された。ありがとうございます。